楽譜の表紙へ、海を越える握手は、元アメリカ海兵隊音楽隊隊長のジョン・フィリップ・スーザーが作曲した更進曲。1900年のパリ万国博覧会のために作曲された。1899年に作曲された。同年初演され、聴衆が足を踏み鳴らし興奮し続けたため、3度も演奏を行ったと言われている。海を越える握手は人気のある。 行進曲として世界中の吹奏楽団で今日も演奏され続けている。1898年に勃発したアメリカとスペインの戦争、いわゆる米西戦争でマニラ湾のアメリカ海軍のデューイ,イにイギリスのチチェスター艦長が救いの手を差し伸べた。その友情をた,たいて作曲されたものだという説がある。しかし実際には楽譜の表紙に印刷されている。 ある擬曲の言葉、ある考えが私の心にひらめいた永遠の友情を約束しようという言葉にインスピレーションを得たというのが真実のようである。戦争を背景に生まれた作品だが現在では国際的な友情を称たたえた行進曲として海外神前の催しなどでしばしば演奏される。海を越える握手はヘ長調を主張としているがその独特な火星付けにより 単に明るい雰囲気に終始する更新曲ではなくなっている。すでに前奏からヘチョウチョウの平行調である二短ンのドミナントが失差され、前奏の最後には明確な二短ンのドミナントで反終始する。続く第一マーチは二短ンのトニックで開始し、すぐにヘチョウチョウへ移行する。この蝶の配置が海を越える握手の 一丁して不思議な雰囲気に影響している。第二マーチは一転して長長が支配的、しかしに単調の影は確実に存在する。トリオでは普天リズムが心地よい揺れを生み出す。単調のエピソードを経てトリオが繰り返される。ピッコロの軽やかな装飾が普天リズムと豊かな対比を描き出している。ありがとうございます。